低密度ポリエチレン製ラップのロール食品用。ラップフィルムとは、食材や料理を包んだり、皿など食器を料理ごと包む際に用いられる樹脂フィルムである。JISZ1707 で定められた用語でもある。単に、ラップと呼ばれることもあるが、その場合は、食品用以外のものも含む。また、英語本来の意味では包むもの一般も意味する。放送に使われるときは、 食品用包装フィルムとも呼ばれ、軽包装の一種である。アメリカ合衆国や日本では、サランラップの名でも知られるが、登録商標である。食品用、ラップフィルムの厚さは十数マイクロメートル程度だが、耐熱性、耐水性に富み、透明軽量で柔軟な膜状素材である。大抵は三十センチメートルか十二センチメートルの、幅、三十メートルから五十メートルの長さで紙ずつを、 芯として巻かれて、紙箱に収められたものが販売されている。ただし業務用のものでは、45センチメートル幅のものが、筒状のまま厚手の樹脂フィルムに包まれた状態でも販売されている。また、業務用では多くの量を使用するため、専用のホルダーに詰め替えて用いることで、紙箱や紙芯を省いた製品もある。これらのフィルムは、 マイナス60度からプラス150度前後まで対応し、家庭では冷凍庫の中から沸騰した熱湯が直接触れるような状況までは問題なく利用できる。電子レンジでは油の多い食品が直接触れる使用状況には向かないものの、スープが沸騰するような温度に加熱する際の蓋として使っても問題ない。ただしオーブンには利用できない。フィルム同士を接触させると接着性を示すほか、 熱を加えると収縮して接着性が増す性質があり、いわゆる食品トレーを使って食品を包装する際にも頻繁に用いられている。日本では1960年にクレハ化学工業がクレラップを続いてダウケミカルとアサヒカ製の合弁会社であるアサヒダウがサランラップを販売したが、当時は冷蔵庫や電子レンジの普及率が低かったため売り上げは伸びなかった。 電子レンジの普及にも伴って、料理を加熱する際の食器の蓋として利用されるようになっていった。放送用フィルムの出荷量では、ペが最も多い。アップは1962年に日本国産化が始まった比較的新しい材料で、1980年代移行急速に伸びている。なお、アップに対し通常の PP を無塩シンポリプロピレンということがある。ペ、PP。 PMP 等はポリオレフィンと総称される。アメリカ合衆国でサランラップを製造販売するダウケミカルは2004年 PVDC 系のサランオリジナルラップに代わり低密度ポリエチレン系のサランプレミアムラップを販売した。メーカーでは様々な調理法に食品用ラップフィルムを使うことを提案している。ラップフィルムの性質にもよるがではテレビ CM で 自社製品を使い、じゃがバターを作る方法を放送している。作り方は、生のじゃがいもに切れ込みを入れバターを乗せたものを、ラップで包んで電子レンジで加熱、ほどよく加熱したところでラップを外して食べるというもので、ある。この類似調理法では、他に、生のトウモロコシを、ラップで包んで電子レンジで加熱、ラップが膨れ上がった頃合いを見計らって取り出すと、茹でたのと同様に食べられる。他にも、 食品全般を包んだりするのに用いられ、手巻き寿司のように巻きすのない過程で巻き寿司を巻くために、あるいはおにぎりやサンドイッチといった軽食を包む用途にも用いられる。料理などでも、皿や碗などの食器に盛られた料理の上から被せて冷蔵庫の中で保管する際に利用されるが、その一方で冷凍庫の中に干物など剥き出しの食品を入れる際にも用いられ、他の食品の匂いがついたり、 蒸発や消化によって食品が過剰に乾燥するのを防ぐのにも利用されている。これらは使用するラップフィルムの材質によって用途が異なっており、軟質で破れにくく密着度の高いものは業務用として薄めの厚みで冷蔵庫内の匂いなどの吸着を予防する家庭用などが存在する。食品以外では書店などで万引きや立ち読みを防止する糸からラップで包んで、 ドライヤーをかけて接着し商品を保護したり、一般家庭などで簡易の包装用フィルムとして流用されることもある。湿潤療法においては、ドレッシング剤として、すり傷などの患部に巻きつける。あるいは、ダイエットないし民間療法の一種として、ラップ巻きダイエットなる方法が提唱され、巻かれた部分の皮膚がかいた汗が蒸発せず、溜まるため、そこだけ痩せるという説もあるが、 効果のほどは不明である。玩具用途として、ポリエンカビニリ電製のラップを用いて、パーティー等で使うクラッカーの代用品を作ることができる。製作は、極めて簡単で、細かい紙吹雪などを一つまみラップに入れ、ピンポン球台に膨らませて、根元をねじり止め、そのまま両手で強く押しつぶして破裂させる。面白いことに、このラップ製クラッカーは、本物のクラッカーよりも、迫力のある。 破裂音も生じる。また、同種のラップフィルムは、梱包資材としても用いられており、貨物の上から巻き付けることで、簡易的ながら、防塵防水、汚れすり傷防止、煮崩れ防止の効果を得られる。かつて1990年代には使用されている、化素材が内分泌拡乱化学物質であるとして、食品に触れることから消費者に拒否感も見られ、 こといわゆるポリ袋が油を含んだ食品の加熱時に油中にそれら物質が溶出しやすくなることが指摘され内分泌核卵化学物質の問題が社会問題として扱われたことから食品用ラップフィルムにも疑惑の目が向けられたただ日本ビニル工業界によればポリ塩化ビニルでも食品用ラップフィルムには当初よりスピード98に上げられた 過素材は用いられていなかったという。かつては製造過程でノニルフェノールが生成され、これが内分泌拡乱物質の疑いも持たれていたが、2000年2月よりはこれを生成しない PVC 製法に改められて2009年にはノニルフェノールが検出されなくなったとしている。また、ポリエチレンを使用しているラップは、燃やしてもダイオキシンが発生しませんと銘打って販売されている製品が多い。 食品安全委員会では、オーブンや電子レンジのオーブン機能の使用について注意を促している。ラップフィルムが破れたり、溶けて食品に入ったりする場合があるため、耐熱、耐冷温度を明示している。欧州連合では、食品に接触するプラスチック製品に使用できる化学物質のリストが法律で定められている。米国では、食品に接触する材料から溶出する物質も、 食品添加物とみなされ、食品に直接添加する、食品添加物と区別して、間接食品添加物と定義される、食品添加物とされたものは、市場流通の前に、アメリカ食品医薬品局の許可を取得する、必要性が生じる。ありがとうございます。